そんなに日本勝てるわけないと思ってテレビ局が投資をしなかったところでアベマがめっちゃ投資をして一人勝ちっていう。い ギャンブラーっすよね、あのギャンブラですよね、藤田さんね。僕がギャンブラーだと思うのが、クロアチア戦で日本が負けたことで藤田さんめっちゃ得してるんですよね。あ、そうですか。クロアチア戦って、アベマ見れなかった人多いんですよ。映像だけを流す部分であれば、コンテンツデリバリーネットワークっていうのを使って、金を払えばなんとかなるんですけど、同時接続数2000万人ぐらいの壁で、アプリケーションとか、チャットとか、そっち側のボトルネックが出ちゃったんだと思うんですよね。<う>で、これでこの後、勝ち続けて次に行くと、もうアベマ見れないよね。やっぱ やっぱりインターネットのサービスクソだよねっていうふうに思っちゃう人が多くなったはずなんですよ。でも今回見れなかったって多分10%ぐらいしかいなかったので、まあそんなもんかなで終わったんで、いいところで終わったっていう意味でも、藤田さんのそのギャンブルーンすげえなーと思うんですよね。さすが馬娘。いやだから本当にね、ね馬娘のお金をこう、ワールドカップに投じて、さらに上に行くっていう。